誰もいない2階から足音がするのはいつもこの廊下だと。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元火葬場職員の下田花です。本日はゆろずくさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。いやお願いします。もうあの今日もあの1時間でも喋ってもらっていいんで、お前もうなんぼでもやってもらっていい。なんでだよ。全然大丈夫。おい、俺紹介もしなかったぞ。ちょっと ね、あの知らない人の声が、はい、あのそうですね、ちょっとあのなんかややこしい人がいるんで。おい。ちょっと今日ははい、もうせっかくちょっとお呼びいただいたので、はい、いやもうやんこれ。不思議にこう人形を持ってきたっていうことは、はい、ただの人形ではないという。そしてそう、ね、いただけるってことですよね。いや本当に。いやでもなんか僕こういうのをいただいたりとか思ったんですけど、うんうん、結構しますね。お値段もちゃんと、うんうん、やっぱりこういうのってやっぱいい人形高いです、うん、そうですよね。あのね、このお人形さんはね、なかなか質が高いですよ。なんかわかるよな。うん、なんか別に僕らもさ、うん、人形のことは知らんけど、いろんなもん見てるから、うん、あこれ高そうとかなんかわかるよね。わかるな、うん、これははい、まあ僕の連れが生まれた時にお父さん側のおじちゃんおばあちゃんからもらったものなんです、うんうん、生まれた記念に。そうですそうです、はい、でまあ福岡の方なので、はい、まあ、これと一緒でもう一個、まあ、羽子板人形っていうのを今度はお母さん側のおじちゃんおばあちゃんからもらったっていう、うんうん、まあ、その経緯のその市松人形の方なんですけど、はい、うんうん、まあ、ちょっと今日はこれにまつわるですね、せっかくなんでお話をさせていただきたくて、うん、だって着物もだってちゃんとしても、そうやな、そうですね、多分綺麗に行ってはるよな、うん、まあ、うちはこれは玄関に置いてあるんですけど、この子は、うん、はははで、まあそもそもまあこの子は、まあ、うちにいなかったんですね、うん、要するにその子の実家の福岡、うんにいたんですけど、なんかね、その僕が結局なんか不思議な体験とかしたことないのっていうのを、うん、まあ、連れに聞いた時に、うん、まああるはあるって言って、うん、この子の話を聞かせてくれたんですよ、うん、で福岡ですよね、当時、はい、福岡で、まあ、その両親のおじちゃんおばあちゃんからもらった市松人形と羽子板人形っていうのが、うん、寝室のタンスの上にこうガラスケースに入れて飾ってあったんですね、うん、まあ、ガラスケースに通常入ってるじゃないですか、うん、でまあただとはいえばこう幼心ながらちょっと怖かったと、その人形が、うん、まあまあまあ、はい、分かる分かる、うん、はい、そういう部分はある、ね、そうで、なんかたまたまその後ぐらいなんかその呪いのビデオで、うん、この市松人形の話が出てきて余計ちょっと怖くなってた時期があったと、うんうん、でその彼女には3つ下の弟さんがいるんですよね、うん、その当時、まあ、小学校6年生の頃の話だそうなんですけど、うん、そのまあ弟さんがだから小学校3年生とかですね、その頃になったらもう彼女は自分の部屋をあてがわれてて、で弟はまだ小学校3年生だからって言って、まあ、お父さんとお母さんと同じ部屋寝室で寝てたんです。だからまあ、ね、その寝るで弟が寝てる部屋にこの市松人形と羽子板人形が、タンスの上に、まあ、変わらず飾ってあったみたいなんですけど、ある日その弟がですね、まあ、妙なことを言い出したと、うん、何かというと夜中その目が覚めた時にふとこうタンスの上を見てみたら市松人形だけいなくなってたって言うんですよ、うん、ガラスケースから、うん、っていう話を、まあ、朝そのご飯食べてる時にしてきて、うん、でまあちょっと怖いなと思ったけど、まあ、そんなことはないだろうと、もう夢を見たんだあんたはって言ってその場はそれで終わらせたんですよ。だけどその弟さんがまた通り立った時に、いやお姉ちゃんあれは夢じゃないと、うん、またいなくなってたんだって言うんですって、うん、いやいやあんたじゃあどこ行っちゃったのって、今でもで見に行ってもちゃんとガラスケースがいるわけですよ、うん、いやいや今はいるんだけどあの時はいなかった、うん、で何があったかっていうと夜中目が覚めた時にやっぱりこのガラスケースから市松人形がいなくなってたと、うん、どこ行ったんだと思って、まあ、後で見渡すんですけど特にはなんかこうどっかにいるわけでもない、だけどなんか視線を感じると思ったら、うん、障子があったんですね、うん、障子はちょっと開いてて、うん、そこの向こう側にこの子がいて僕の方を見てた、うん、みたいなことを言うんですよね、うん、覗いてた覗いてたと、まあ、考えられるシチュエーションで一番嫌なシチュエーション、嫌なシチュエーションですよね。でえっていやいやえそれでどうしたのって言ったら、いや怖くなって布団かぶったんだと、あちょっと救急車通ってるんだ、はい、ちょっと俺ちょっと救急車で止めなかったんだちょっとね、かぶったら失礼、かぶったら失礼ですから
ゲスト様。じゃあ失礼だろ、じゃあ俺の声。ちょっと今、知らない人だから。そうですね。ずっと知らない人の声で。ずっと知らない人。はい、じゃあすみません、続きお願いします。はいはい、で、まあ、布団をかぶったんですって。で、布団をかぶってて、でもやっぱ気になると。うん、あの一番人間どこ行って。移動するかもしれないと思って、うん、また布団をかぶってた布団をちょっとずらしたら、今度はそれがもう自分の頭の横に立ってるんですよ。ああ怖いな。で、うわーってなって、こう布団をかぶってたらいつの間か寝てたんだと、うん、そんなことがあったんだよってもう言うわけなんですけど、うん、まあ、家族はいやいやあんたもそれも夢よと、うん、なんだろう最近急にどうしたのみたいな話になってて、でちょうどその小学校6年生なんで中学校に上がるタイミングですよね、うん、そのタイミングで、なんかユニフォーム制服を作りに、うん、はいはい、行くと、うん、まあ、要するにその中学校に上がるタイミングで制服になるから、その制服を町まで作りに行くってなった時に、まあ、ちょうどその日が土曜日かなんかだったんですって、うん、でお母さんと一緒にその彼女がじゃあ買い物行ってくるねって言おうとしたら、まあ、その子その弟さんが普段であれば留守番はまあ喜んですると、まあ、鍵っ子の家でもあったので留守番なんか慣れたもんなんですけど、その日に限って絶対嫌だって一緒に連れてってくれと、そう一緒に連れてってくれと、そう言うから、うん、まあしょうがないって言って、まあ、3人で制服を買いに行った瞬間に、うん、あの福岡の地震が起きたんですよ。おお、結構な地震ですね。結構な地震ですね。大地震が起きたんですよね、はい、だからもう20年ぐらい前の、うん、で、まあ、たまたま近くに親戚がいたので親戚の家に弟を預けて、うん、でお母さんと一緒に家がどうなってるかちょっと心配だったから帰ってきたんですね。で帰ってきたらそんなにこうタンスが倒れてるとそういうことなくて、うん、まあ、そんなにこう思ってたほどめちゃくちゃなってなかったと、うん、あよかったよかったって言って、その寝室ですよね、まあ、和室の寝室あの部屋を、うん、まあ、障子をガラッと開けたら、この市松人形が入っているショーケースが割れて、うん、弟さんが、まあ、留守番をしていたら寝ているはずの布団なんですよ、まあ、うん、なぜかというとちょっと体調悪かったから、うん、まあ、あんたはお布団で、ね、寝てなさいっていう意味での留守番だったんですけど、うん、その寝ていたお布団が本当は引いてあった場所の畳の上にそのガラ割れたガラスがサクッと刺さった。昔のガラスなんで鋭利なんですね、今みたいになってなくて、うん、だから普通にざっくり刺さってて、うん、ここにもし弟が留守番してたらどうなってたんだろうねっていう話を聞かせてもらったんですよ、うん、はいはいはい、でじゃあそれは市松人形はぜひ僕ちょっと引き取りたいと、うん、そしたらあの、まあ、向こうの家族さんも、あ全然いいよって、もうずっとタンスの奥にしまってるから、うん、あの引き取ってくれるんだったらこの子もね喜ぶからって、うん、まあ、あのずっとしまってあるより出しまったらいいからっていうので福岡取りに行ったんですよ、うんうん、で取りに行った時になかったんですよね、人形が見当たらなかったんですよ、はい、あれって、で家族もえってどこ行ったどこ行ったって探してて、うん、でもショーケース割れてるから、うん、そのガラスのケースに入ってないはずだから、うん、そんなに変なとこに置いてないと、要するに何かの上に置けないし、うん、その上にも物も置けないから、うん、こんな奥には入ってないはずなんだけどなと言って、うん、本当にね 1,2 時間ぐらい探したんですよ、うん、そしたらタンスの奥の中に箱があって、うん、それを引っ張り出したらショーケースに入ったこの子が出てきたんですよ。えガラスのショーケースに入った、ね、割れたはずですよね、うん、だからえショーケース入ってるじゃん、うん、え割れたんじゃないのって言ったらみんなえってなってて、うん、あれ、いやでも間違いなく割れてる、うん、って話をした時に、そういえば、うん、羽子板人形は、あ一緒にそう一緒にあった羽子板人形はどこにあるんですか、うん、って聞いたんですよ、うん、そしたら廊下にあるよって言われて、うん、で廊下見に行ったらむき出しの羽子板人形があって、まあ、結局どういうことかというと、割れたのは市松人形のショーケースじゃなくて、うん、羽子板人形の方だったんですよ。あ、はあはあはあ、割れた方は、うん、だからガラスケースに入ってたんですよね、うんうん、でお母さんが言うには、あそうだった、羽子板人形廊下にあったの私もなんかあんまり気にしてなかったけど、うんうん、誰もいない2階から足音がするのはいつもこの廊下だと、要するにその羽子板人形が奥に置いてあるんですけど、うん、この廊下で足音がすることがよくあると、うんうん、だこれってもしかしたら羽子板人形が実はちょっと何かあってこの子が守ってくれてたんじゃないかみたいな話になったんですね。あ逆でね、そう逆で、うん、羽子板人形の方が呪われてたんじゃないかっていうふうになって、で、まあ、確かにその羽子板人形ちょっと僕こういう、あ、ほんまの羽子板、うわ、こっちはこっちでもすごい いい人形ですね。そうでもね、ちょっと確かにね、ちょっと僕も見た瞬間、うん、ちょっとゾッとしたんですよね。まあ、わかる、うん、あの綺麗すぎるとね、そうなんですよ、うん、逆にこううってなるのね。そうで、まあ、この羽織田人形を、うん、じゃあこっちがやばいんだったらこちらをじゃあ僕が持って帰りますみたいな、うん、話を後日
して、はい、うん、まあ、田中さんがね、それ集めてたから持って帰ろうと思ったら、うんうん、まあ、もうその渡す直前ぐらいになって、うん、そのお母さんの方が、うん、いや、やっぱりこれは呪われてたとしてもちょっと渡せないってなっちゃって、うん、なんかちょっと変な感じになっちゃって、うん、それで、そうなんですよ、それでちょっとお渡しできなくなってしまったっていう、うん、まあ、人形で、バレたんかな、バレたりやつ YouTube でいやだからちゃんと説明したんですよ、あの仲間がいっぱいいるから、うん、そういうとこの方がね、まあ、こんな廊下に置いてある、今後名前出さなくて大丈夫なるほど、じゃあもしかしたらこの子に関してはむしろ守る側かもしれない、はい、いい人形、いい事物、うん、そうなんですね、かもしれない、そうなんですよ、それを検証したいので、はい、あの1ヶ月さん、高橋さんにこれ預けてくださいで、高橋さんは寝てるこの上ね、うん、上のタンスの上にこの人形を置いて、ここにあのトサカみたいに包丁こうつけてください、こうやってで、ずっとこうやって置いといて、で1ヶ月それでどうなるか倒れるから、あそこ、うん、震度1でも揺れる揺れるあのデカめのトラック通ったら地震が、うん、震度2かなって思う、うん、なるもんな、何か刺さるよ、そうですね、うんうん、100刺さりますあでもいいっすね、よろずきさんのことをもしかしたら守ってくれる、そう、いい事物かもしれない、そうですね、なんで初めはね、この子がもしかしたらそうなんです、うん、あのいらんことをしてたのかと思ってたら、うんうんうん、なんでちょっとこれ僕ね、こういうところで出すの初めて、持ってくるのも結構 あれなので、うん、なんかそう考えたら怖くなくなってくるよね、だから人間って勝手なもんよな、なんか可愛く感じる、ね、可愛いよ、ヨジさんもだって今日ね、ずっと喋りながら何回か髪の毛こうやってそれが怖い、めちゃめちゃ可愛がってるやん、ね、そっちの方が怖いよな旗から見たらな、でもなんか言われました、うん、1週間に1回ぐらいは抱きしめてあげてくださいって言われたんですけど、まあまあ、かわいくあるもんですからね、はい、いや、その聴診器でやったらドックンドックンしたらめっちゃ怖いな、いやいや、もう本当にそれは1回夜中やってください、1人で1回その聴診器で1回当ててみてください殺すわよ呪物ですね、言えば悪い方の、いや、ありがとうございます、ぜひちょっとこれを見ていただきたい、はい、はい、ということで、はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。